やすこせんのお笑い芸人講座。どうもこんにちは。彼氏と一緒にサマーランドに行ったディレクターの西です暴露してもう今年初めて水着を彼氏の前に披露した西です。ディレクターの西です。そんな説明はいいですから、トラックドライバー伊藤です。ノーリアクションして、はい、山本健太です。はい、はい、ということで今日はそんな話じゃないし、まずそう、じゃあ一応言っときたいんだけど、古本屋ね、この間大丈夫だったんだけど、聞き逃してみたら、古本屋ってだから俺をどうぞ挨拶引っかかっちゃう、そんな時間ないんですよ、今日は。っていうか、このね、本当お笑い芸人講座って初めての番組なのに、なんか突然いつもやってるみたいに始まっちゃいましたけど、普段はね、やすこせんの俺もそろそろ喋りたいって番組で、この3人で喋ってるわけですけど、10月からですね、ラジオ日経で、スクールとかいろいろやって、その中でお笑い芸人講座っていうのを、やりましょうということで、で、それの、番宣番組みたいな感じで、8月にですね、これ6日の金曜日からですね、毎週金曜日の19時45分から20時、15分番組でやりますんで、だから、いつもほら、俺もそろそろではさ、時事ネタとかね、やってますね。あと、エロネタも。あと旅のネタとかね。旅のネタとかね。あと、伊藤の息子の一気の話とか、いろいろやってますけど、今日はね、せっかくお笑い芸人講座っていうぐらいだから、ちょっと、いつもとは変えてやりたいなっていうことで、何話そうかなと思ったんだけども、なんとなく、一番最初のね、放送の時とかから言ってますけども、源太と俺は一番最初の漫才の相方、俺と源太は一番昔漫才をやってたと。初代、20数年前ですか。ですね。で、伊藤とも、一回だけど、漫才やったことがあるっていうことで。俺三代目。三代目ね。で、そんなのもありますし、あと、爆笑問題の、デビューの頃こうだったよみたいな話もしていけたらと思いまして、いろいろやっていきたいと思うんですが、今日はだからそうだね、第1回目なので、源太との、そうですね、覚えてること、覚えてること、ちょっと記憶もちょっと定かくないかったりするんですが、ちょっと覚えてること、そう、俺らもちょっと土俵が違うからね、難しいんだよね、いつもほら時事ネタとかでさ、バーッと喋ってる。そうなんですよね、割と受け放しのこと喋ってるから、いつも今日はちょっとなんか懐かしい思い出話。そうで、とっとと移れっか、思い出話。そうだね、じゃあ俺インタビューかなんかする、二人に。していいよ。じゃあ、ごめん、冗談。あれしてくんないのかよ。俺がね、学生、大学1年の時ですよね。そう、俺が大学2年の時。で、安さんが2年で。2年の時で、出会って、大学でね。で、そうだね、大学2年の時で、団体が1年の時に、あ、何月ぐらいだっけ？いや、どうだろう。でも夏とかでしょうね。夏前ぐらいかな、実際に。いや、なんか急に、それまで一緒に遊んでたんだけど、で、急に、ヤスさんが、誘われた。ゲント、漫才やんねえか、とかって言い出して、確かにお笑いやなんか見てたし好きだったけど、でも自分でやるっていうその感覚がもう全然ピンとこなくて、急にヤスさんが、漫才やんねえか、とか。そう、でも俺にとっても初めてだったんだよね。それ何、なんでそう、やっぱり相方を探してたってなんの？ネタは漫才はやりたかったよ。で、たまたまそのちょっと前に、なんか素人参加番組みたいなのに出て、そこで会った人が、お笑いをやってるっつって、ライブをやってますっつって、当時ライブハウスって少なかったんだよ。音楽のね、ライブハウスは多かったけど、お笑いのライブって、だから赤信号の渡辺さんがやってた新人ごと大会のラママと、鍵盤寄せとかもう一つぐらいしか東京ではなかったんだよ。今でこそライブあるけどね。で、その人がラママに出てるっていうから、どうやったら出れんですかって言ったら、ネタ見せと、いわゆるオーディションですよ。オーディションね。で、来ましたね。で、オーディションに行って、で、そこで、それ受ければ出れるよっていう話になったから、出るんだと思って、じゃあやってみようかなと思ったのが、だからそれが初めてだよね、最初。
でラママ出会うってことになってさ、うん、まあネタ見せいわゆるオーディションっていうのを行ったんですよ、はい、まあ普通のマンションビルの地下がな、うん、まあ市ヶ谷どっかにありましたね、まあ、そこの七曜日っていうその渡辺正行さんがやってる劇団の稽古場なんだけどさ、はいはいはい、ネタを見るのがさ、はい、オーディションなのに渡辺正行さんなんだよね。当時ね、当時渡辺正行さんっつうと、はい、まあ30いくつで、うん、まあもうひょうきん族バリバリだよね。まあ大物だよね。もう俺らから見たら、そうそうそう、え、マジっつってこの人いるよって、うん、それでドキドキしちゃうみたいな。意外と皆さん緊張する方、うんうん、でその人が、うん、まあ全員の何十組のネタを見るんだよね、うん、そうですね、うん、しかもそのほら一緒にオーディション受ける人もみんな周りで見てるじゃないですか、うん、ね、あれがプレッシャーになるよね、はい、で緊張して、うん、で緊張してましたね、うん、でネタやったんだけどさ、あ、やりましたね、うん、まあヤスさんが書いた、ね、台本、うん、面白かったですけどね、うん、で1回目、まあ、その ネタ見せしてどんな感じだったの？いや緊張しただけで全然ダメだね、うん、で、うん、最後さ、うん、ネタが終わってから今までツッコミだった元太が、うん、俺がなんかね、うん、なんかでこう、まあ、ネタの流れから誰かがデビューするって話になって、うん、でデビューしたらこんな歌を歌うだろうみたいな話になったら、うん、突然ツッコミだった元太が突然ギター持ち出して伴奏、うん、を始めるんだよちょっとそれは何ちょっとね、替え歌がやっぱがシナリオじゃなくてシナリオ通りシナリオ通りなんだけど替え歌があってそれをやるために違う、して替え歌があった。歌うたって言ったらじゃあ元太俺ギター弾きますだったら、まあ、替え歌ずっと歌ってるからやることないじゃん。じゃあ俺ギターで弾きますよ。でもどう考えても構図としておかしいのは今まで突っ込んでたんだよ、やめようとかいい加減にしないとか言ってたやつがデビューするのもデビューしちゃいするべきじゃない人がデビューするっていう話だからそういう話なので詳しく言えないのはちょっと もどかしいですけどね、うん、そうなのでギター弾くのはおかしいんだよ。だけどギター弾いてもう歌い切ったよね最後やりましたね、うん、やり最後まで歌い切ったらリーダーが一言歌はいらねえなさすがにね的確でしたねいや素人だからね我々はだってでねまあとりあえずオーディション終わって別にそこはいい感触も何もないよ、別にいいことも言われないし、うん、で緊張したまま帰って、うんうん、でまあでも結構会話で無言でしたからね。そうだね、ラママってさ、うん、コーラスラインってコーナーと一本ネタってコーナーがあって、一本ネタっていうのは普通にネタができるコーナー、うんはいはい、コーラスラインっていうのは出ていくんだけれども、うんうん客席が5人手を挙げたら終わりっていう、うん、ゴングショーみたいな形式の5人手が挙がった時点で、はい、終わり、はい、次っていう感じの入れ替わり、まあ別に初めてだしさ、うん、当然そっちのゴングショーの方の、うん、5人手挙げたら終わり、うん、コーラスラインだと思ってたら、うんうんうん、そのさ本番の前日に電話が来てさ、それは七曜日のスタッフからなんだけど、電話が来て、うん、で明日もう一回ネタ見せさせてくださいっつうんだよ、うんうん、そうですね、でとかと思って思いますね、うん、思いましたよね、緊張、さらに緊張してさ緊張しちゃって、2回目だったら慣れるかなと思って2回目の緊張しました、うん、いやでまたね結局でもね、うん、ネタ見せしたのがリーダー一人だったんだよ、ああそうですね、うん、だから、まあ、もう一回出てね、そしたらうん、よし一本ネタ行こうっつって、だから俺リーダー結局さリーダーはさ、うんうん、いや認めてくれたくれたんですよ、だからヤスさんのヤスさんの台本が良かったね、いやだからちょっとすごいのはさやっぱさ俺らさ、うん、ガチガチ緊張してるしさ、もう技術的に言ったら0点だよね、まあ、素人、うん、ほぼだから完全素人かな、本当にネタで評価してくれたんだよ、純粋にネタだけでしょ、ね、ネタで評価してくれたんだよ、だから、うん、それ嬉しかった、いやそうそうそう、それをリーダーがするっていうのはすごいよね、そうですね、すごい、しかもリーダーの中にも迷いあったんだろうねだからかネタ面白いんだけどこいつら大丈夫かな一本ネタ出してと、だから2回目がそうそうそう、当日ネタ見せしてみて、うん、よし生かしてみようみたいなちょっと賭けみたいなとこあったんだろうね、いらっしゃそう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 、いや見切り発車というかでも、まあ、愛情というかさ ありがたいですよね、うん、そうそうそう、本当嬉しかったですからね、当時、まあ、一本ネタっていうとうっちゃんなんちゃんとかさ、あ大物が、うん、今ではもう大物ですよね、ダチョウ倶楽部とかさ、あとピンクの電話とかピンクの電話とかあとチャイルズね、まあ今豪華メンバー結構テレビに出てましたかね、みんなね、いや出てた皆さん、うっちゃんなんちゃんとかね、そんな人チャイルズだっていいとものあそっかそっか、しかも違うよ、少女隊かなんかチャイルズをコーラスラインに俺らが一本ネタに出るおかげでチャールズあそうでしたっけ、チャールズコーラスラインに行ったんだからね、そうでしたっけ、そうやっぱある程度枠はあるからさ、数あでもそうです、ね、時間のそうかそうかそうかそう、うわそんな人たち並んで
いや、蹴落としたんだよ。むしろ蹴落としたな。申し訳ないことしましたね。俺がなんか俺らがさ、芸能界にその後何のも関係ない。俺はそうだけど、やすさんはね。突然出ててさ、これから一生懸命、いいとものね、いいとも少女隊みたいなことをやる人たちに対してさ、失礼だよ。謝った方がいいよ。謝った方がいい。ちょっと謝った方がいい。やすさん謝っておいてください。いや、伊藤が謝るべきだろ。いろんな意味でね。いろんな意味で。放送には載ってないかもしれないけど申し訳ない。まあそれで結局元太と1回か2回、2回か3回ぐらい、3回ぐらいやりましたよね。で何回目かな、1回目か2回目の時さ、リーダーがさ、お前ら事務所入ってんのって言われて、スカウトは うち来ないっていうふうに誘われたんだよね。でそんな感じで俺はお、ちょっとこのままいけるかなと思って、でもまああれね、あの頃はさ、俺もう努力してたぜっていうのはさ、あの元太に要は俺の喋りの間だけ開けてもらって、カセットテープに元太のツッコミを全部取って、元太がいなくても俺練習できるように、自分で。それやってやってたよ。あ、そう。そうだ、元太録音してなかった。それ覚えてるわ。すごいですね。すごい、だから、努力だよね。努力してたよね。そのリーダーから誘われた時、プロになることに対しては躊躇したんだよ。そうそうなんですよね。プロになるのはな、プロになるのはなって言ってたんだよ。だからそこで俺と元太のやる気の差はあったんだよね。元太はちょっと遊びの方に毛が生えたと、遊び感覚だったと思うな。だからでも言ってたじゃん、この間それをすごく感じたのがって言ってたじゃん、そのお笑いの連中と一緒に飲み、遊んだり遊び行ったり、お互いライブ見に行ったりとか、飲み、その後飲み行ったりして遊んでるうちに、なんかね、やっぱりこう一生懸命さがね、違う、伝わる。いやでも俺とかね、俺はどっちかというと一生懸命な人間とって、そう、ふざけてんだよ、すごくふざけてんだけど、ふざけることに一生懸命だよね、やっぱり。はいはいはい、そうそうなんですよ。お笑いやろうとする人間は、だから飲みながらでも相手がウケることを、それですね、とにかくいつも考えてる。それにね、ちょっとついていけない。逆に言ったら、その人たちはそれが楽しくてやってんだけどね。まあそうですよね。別に頑張ってやってるわけじゃない。そうね。なんだけど、素人の学生が酔っ払ってね、全裸になって大騒ぎするのとはちょっと違う。ちょっとまあそうだね。きちんとうまく言えないんですけど、仕掛けをして笑わせるっていうのをちゃんとやるよね。あと今回元太との話するでしょ。で次回は爆笑の話するしようと思うんですけど、まあ爆笑の話長くなるから2回に分かれるからと思うので、その後4回目に伊藤くんの後の話するんだけど、どうやら伊藤くんはその時までは喋んないっていう覚悟。あっという間のエンディングです。今日は早いですね。まあそうだね、15分番組だからね。やす子線のラジオ日経お笑い芸人講座、10月6日開講ですので、その前は毎週水曜日、今週も今週も来週もずっと僕無料説明会っていうのをやってますんで、やす子線本人が、そうだ、まあホームページからね、これまあやす子線そろそろからもいけるし、あと普通にお笑い講座のホームページもあるんですよね。まあどんな場合でお笑い講座とかでやす5000で入れればもう間違いなくいけますんで、そこを見ていただいて、まあ説明会無料ですんでね、一回来ていただいて、どんなもんか、はい、皆さん、さようなら。さようなら。